私の名前は吉澤雄一です。カスタムワークスゾーンという、ハーレの、カスタムビルダーをしております。2003年の、時に、相棒の上田と一緒に、カスタムワークスゾーンをすることになって、今で14年かなやっております。私が思うに、なんていうのかな、仕事に対する楽しみっていうのは、お客さんの笑顔が一番大事かなと思いますね。お金をもらって、そのお客さんがありがとうって言ってくれる、その時に一番最高の幸せを感じます。今まで作ってきて一番思うのが、やっぱりその特徴って言って、自分たちの考えでいろいろバイクを作っていく上で、やっぱり日々やっぱりお客さんのことを思って作ってるから、特徴って言ったら、うちの特徴っていうのはもうお客様に合わせて作っているから、そこは何とも言えないんですけど、でも特徴といえばお客さんの喜ぶ顔を見たくて作っているっていうような感じかな。とりあえず全てトータルして思うことが、お客さんがやっぱり喜ぶようにっていうような感じでやっているから、僕らの中で思うのは、まずお客さんが乗られて誰もこのバイクを見たことないなっていう、その喜びを与えたいなと思うから、そのファーストインプレッションでやっぱどうしてもびっくりさせるようなバイクを作りたいっていうので、いつも2人で作業してます。とりあえずアメリカの方でも一番になって、で、日本でも名前も売れてってなってきた時に、やっぱその今いろんな友達ができてきて、インドネシアでありタイランドであり、マレーシアであり、いろんな国の人たちと出会うことによって、いろんな国のと親交をしてきてるから、このままもっともっとそのアジア圏でいろんな、 なんかビジネスチャンスを掴んでいきたいかなっていうのが今の夢ですね。私にとってバイクとはやっぱり、なんていうのかな、かっこよく言うたら、人とつなぐ道具かな。やっぱりバイクを通じていろんな人と知り合えて、やっぱりそれで笑顔になってお金ももらえて、みんな幸せになれる、一つのツールかなと思っております。